はい、皆さんこんにちは、漫画家の新本慎です。はい、アシスタントデスクです。よろしくお願いします。はい、ということで今回はですね、はい、皆さん学生の頃にですね、うん、誰もが教科書の偉人の写真とかに、うん、授業中に落書きとかした経験ってあると思うんですよね。俺してた、やってたよね、うん、まあ、あんまりしてたとか言っちゃいけないと思うけど、あんまやっちゃいけない、あんまやっちゃいけないけども、うん、でもやっぱりちょっと誰もがそういう経験ってちょっとあると思うんだよね、うん、やってた、うん、そうで生まれたのが今回の企画です、はいはい、プロ絵師だったら、うん、教科書の偉人の落書きも紙絵にできる説検証してみたなるほど。そう、子供の頃はこうぐちゃぐちゃぐちゃってした落書きだったんですけども、うん、まあ、プロとなった今だったらあの落書きも紙絵にできるんじゃないかなと。なるほど。より素晴らしい芸術的な落書きができると。と思うので今回はそれをやっていく企画です。はいはい、では早速やっていきますよ。レッツチェックラー。はい、ということでですね、今回は偉人の顔に落書きをしたいんですけども、うん、実際にいる偉人の写真はね、ちょっとさっきの問題とかがあって使えないので、そうですね、後の偉人を用意しました。後の偉人、こちらです。新本先生じゃないですか。新本慎、ここら辺はちょっとね、実年齢バレるから飛ばしますけども、はいはい、東京都世田谷区出身、うん、小学校5年生の時に書いた漫画エンジェル時々デビルは黒歴史となる。20歳で漫画家の役職に就任、はいはい、代表作ホニャラホニャラという感じで、うん、こちらになっております。これ先生の若かりし頃の写真じゃないですか。しかもまあそうね、今よりも10年近く若い時の、うん、そうですね、写真、まあ最近の私が見たい時はちょっと座が遡ってもらえばいいんですけどもまあこれをね、まあちょっと教科書の偉人風にちょっと加工してみました。なんか偉人っぽいわ。偉人っぽいでしょ、こうやって見るとそれっぽいでしょ。では早速これに今から落書きしていきたいと思います。はいはい、では今回使っていくのはこちらです。ポスカか。そう、カラフルなポスカ。まあ元の写真がね、うん、ちょっと黒いので、あの頃は鉛筆とかで割とね、こう落書きしてたかなと思うんだけど、はいはい、まあ今回はこのカラフルなポスカでやっていきましょう。なるほどね。うん。オッケー。いや、もちろん、ここにいる偉人を、よりビューティフォーに、うん、より美しく、より偉人ばっかりやってくれると信じております、S くんね。なるほど。いや、僕は、やっぱこの若かりしね、シモ先生は、いい感じに写真撮れてるんで、おかしな風にしていこうかなと。まあいいでしょう。私はじゃあプロ絵師なんで、うん、まあ紙絵にしてみせます。うん、まず基本はね、化粧をしていこうかなと。こういうのって多分ね、女の人なんかみんな化粧をね、今風の化粧とか施してたと思うんで、ね。はいはいはい。だから私はそれをちょっとしていきたいと思いますよ。この写真結構いい感じに撮れてんじゃん。これ撮ったらエス君でしょ。俺撮っても俺なんだけど、俺がやっぱいい感じに美人に撮ってるから、あんまりなんかこう、ブサイクにしたくないんだけど。元がいいのよ、元が。だからちょっとでも、だいぶブサイクになっちゃうよね。いやマジね、ちょっとここからもううん十キロ太しまったからねちょっと申し訳ねえよ本当にこの頃の下先生が復活したら出てくるわ、うん、もう一回この企画やるわ。配信の潜在写真できました完全にカツラ被ったみたいな人になってるよ。ここまでやっちゃうとなんか逆になんか目は残した方がいい気がするね。なるほどね、うん、そのままね、この輪郭をより私はシュッとしていくわ。漫画風のもう可愛い輪郭にしてくる。なるほどね。うん。なんか、偉人なのそれも。いや、今、紙絵にしてる最中だから、ね。紙絵なのそれ。紙絵。しくってるな、これ絶対に。なんか、めっちゃ不細工になってんじゃん。これが よりよくできた方が、うんうん、これからの新本先生の潜在写真。やめてくれよ。私の潜在写真これなんの？そう、これに良かった方が潜在写真。うん、みんなのコメント欄で良かった方が。コメント欄でどっちがいいかっていう風にしてもらって、その良かった方が今後の新本慎の潜在写真になります。現状でどっちもやらないから大丈夫だろうか。みんな頼むぞ。やばいんだけど、気持ち悪いぞ、これ大丈夫か。やばい、気持ち悪いよな。俺も人のこと言えないのか。どっちにしろやばい、マジで。鼻の穴なんかがいらないのよ、思えば。いらない。漫画的なキャラクターって、鼻一つじゃん。ってことで、ポスコで塗り直して。鼻なくなったし。鼻なくしてみるわ。むしろない方がいいわ、これ、きっとな、鼻が。私はもう目指すのがやっぱアニメキャラだから。いやもうこれアニメキャラじゃないよ。アニメキャラだから、もう声がアニメキャラになれなかったから、顔だけでもアニメキャラになりたいのよ。いやもうアニメキャラじゃないよ。まだこっから変わるんだよ、こっから。これ本当変わんのそれ。こっから変わるんだ、間違いない、きっと。
知らないさ、うん、人とかやってるわけじゃないからさ、うん、もうどうにでも なれて、ね、なれだよ。まあ俺は特権として岸本先生の顔に落書きはできてますけど、うんうん、基本ね皆さん自分の顔に落書き、うん、そう、うん、カラフルにな、夢を与える職業にこの人はゆくゆくなるわけだからな。後々最強 の漫画家としての偉人になるんでしょこの人は。あ、そうそう、もうこの人っていうか誰これ人。はい、落書きできました。完成。やばくないこれ。先生の原型ないんだけども。いやもうさ、途中から怖くなってきちゃって。とにかく私はね、漫画家になるのよ。もうなってんの、この時になってるけど、少女漫画家だから。まあ、より少女漫画に近づきたかったから。お前、自分が漫画になってるじゃん。そう、だからもうキュンキュンって書いてあるでしょ。少女漫画のキャラクターになりたかったの。ってことになりましたよ。やば、これマジで。はい、クエスクの方のコンセプトは。俺は、はいはい、漫画王国の偉人に、うん、君臨するっていう。うん、いや、まあ、今までいっぱい、もうね、歴代のすごい漫画家さんいっぱいいるけど、その人たちを差し置いても頂点に立ったっていう最終的な自画像だった。なるほどね。まあ、まあそういう感じで今回できました。ちょっとこれがでもね、紙絵になったかと言われるとちょっとね、まだ自信がないので、はい、もう一回戦いきたいと思います。あ、もう一回戦あるんだ。もう一回戦実はね、用意してあるんです、S くん。なんでしょうか次の。いや、やり返してやりますよ。なんですか、やり、俺のですかまさかこれ。いくよー。こちらになりまーす。これやばいやつじゃん。いやもう S 君の一番いい写真、これが S 君の将来残るとした写真だろうという。俺なんか退化しとるんですけど、これ。これであのトリックアートみたいなやつ行った時に S 君がパネルから顔出してて、申し訳ない、これめちゃくちゃブサイクな顔して S 君これね。本物の S 君、私がもうちょっとマシな顔してるよってことはフォローしときたいんだけど、ただこれめちゃくちゃいい顔しててさ、これいい顔だわでしょ。まあ、S 君、1900松松園ねからね、神奈川県平塚市出身、はい、詳細不明。まあ、詳細知りたい方は教えます。という感じでこっちのイラストにも早速もう一回落書きしていきたいと思います。このイラストで来るとは想定外だったわ。これむずいよ、よくこんな写真を探してきたもんだ。いやめっちゃいい写真なのこれ。では早速もう一回戦やっていきたいと思います。ーよーい、スタート。現代の俺というよりも、なんか偉人というよりも、退化してる。なんかこれね、ここだけだと首絞められてるように見えちゃうけど、うん、本当はこの上にお母さんチンパンジーがいて、そうそうそう、子供を抱きかかえてる人なんだよね。間違えてこれ首絞められてるわけじゃない。そうだね、これね。なんでこんな顔してんだろうね。社会のさ、教科書にさ、こう、人間がさ、あの、進化していく過程がこう、ピッピッピッ出るじゃん。うんうんうん、それのなんか中間あたりに出てくる写真じゃないこれ。確かに。アウストラルピテクスから始まり、うんうん、ピッピッって言って、なんか3人目か4人目ぐらい人類の人類になる一歩だって。そうそうそう、人類に進化する進化する手前ぐらいのさ、一歩手前な、うん、先生は、うん、落書きに慣れてないんだよ、うんうん、あの優等生だったんだね。優等生ではなかった。あの漫画描いてた。あ、落書きせずに漫画描いてたよ。ま、やっぱ落書きせずに漫画描いてた派だから、うん、結構落書き苦手タイプなんだね。そうかもしれない。こういうのに確かあんまり落書きってしてなかったのかもしれないね、うん、もうすでに自分の絵描いてたかもしれない。あ、うん、俺言っちゃ悪いけど、うん、あんまり多分人には言えないけど、うん、落書きめっちゃしてたんだ。何？いいね、それ。いいでしょ？いい。落書き慣れてるからさ。落書き慣れてる。うまい、うまい。落書きのプロつけてる？うんうん。はい、イラスト完成しました。だいぶ俺のいじられてるわ。いじりすぎじゃねえか。まあ、じゃあまず私の方から説明しますと。うん、聞いたこともないエスクの叫び声がね、もはや首絞められてる手なんだこれ。聞こえてシンディちゃんが駆けつけると、カラドラボーって言われててエス君が猿の格好してリンゴ盗んでたので、エス君っつって、どんだけ貧乏な人間なの俺。あの、まあもう申し訳ないけど、この日で SS 漫画ダイアリーは解散した。はい、じゃあエス君の方のイラスト。僕はもうね、陽気やな。リース&ジェントルメンつって。前世が、俺はもうマジシャンだったのよ。なるほど。だからもう。でも前世猿でしょ。いや、猿のマジシャンだった。猿のマジシャン。意味わかんないけど。だからもうちゃんと杖と知るかと思ってて。でもあの、この、なんか、抑えられてる首のとこ消しちゃったから。な
前がもともとキモかった顔が、うん、いい感じいい感じになって、いい感じになって。やっぱね、これは意外とプロ絵師だったら落書きがうまいってわけではない、案外初心者の方が落書きがうまいかもしれない。初心者っていうか俺落書きしてたから。なるほどね。はい、ということで今回は、プロ絵師だったら偉人の落書きも紙絵になる説検証してみたでした。紙絵になったんだこれ。ちょっとわからん。一番よくわかったこと、うん、皆さん授業中に落書きをしてはいけない、こんな大人になるぞ。ということで皆さんにお伝えしたいと思います。ちゃんと授業中は真面目に勉強して、落書きするときはちゃんと落書きしていいものに落書きしましょう。はい、ということで皆さんよかったらチャンネル登録と高評価ボタンも教えてください。押してください。よろしくお願いします。まあ、どのイラストが良かったかもなんかもね、コメント欄で受け付けております。はい、ということでまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の新本慎太、はい、スクでした。バイバーイ。俺のこのイラストにどんな落書きをしてくれるのか気になるところ。ちょっと気になるよ。ツイッターとかで、S 君のツイッターとかで配布してもいいよね。はい。嫌なんだけど、S 君ってここ検索してきて、これ出てくるの？嫌なんだけど。